皆さんこんにちは。川崎ブレイブサンダースの安です。汗です。熊です。ゆうとです。カメラマンのコトです。よろしくお願いします。はい、僕最近YouTube でちょっと面白いなって思う企画をちょっと見つけまして、バスケやってるとキュッてこういう音になる。おお、なりますよね。これをならないようにバスケットやったらちょっと面白いんじゃないかなと思いました。無理や、無理でしょ。なるでしょ。無理ですね。なるね。じゃあやめましょう。やめましょうか。じゃあ最後締めない。最後締めないです。タイミングじゃあ、はい、どうぞ。初の MC なんで優しくしてください。何回かやってるでしょ。いや、やってない。ということでですね、ゲームをチームに分かれてやっていきたいと思うんですけど、僕とゆうとさんチーム、はい、それに対してくまさんと長谷さんチームで分かれて5分ゲームをやっていきたいと思います。で、オールコートですね。ハーフコートです。オールコートはやばいでしょ。このキュッていうこの音になってしまったらマイナス1点減点、プラス相手ボールというルールでやりたいと思います。はい、怪我のないように、はい、いきましょう。では始めます。ちょっと再現してみてもらっていいですか。再現してもらっていいですか。はい。怖い。いや。おーい。3点。あ。俺じゃない。今どっちだろう。俺さっきのも俺なってない。今でも熊さんっぽかったな。え、俺なってない。熊さんなってないよ。やばい。あ、なに。ごめんなさい、僕ちょっと。2回くらいなってたよ。なってた。なってない。攻守交代です。やばい。残り3分です。お、3点。3点。じゃあ並んだら3点取ったんだよ。この時になった。今どうですか。なりました。ちょっと違う。これはこれはアシックスの性能が良すぎて。会議だよこれは。子供が履くピヨピヨサンダルみたいな仕掛けになってないですよ。ピヨピヨって。ラスト2分。これ何してもなります本当に。ダメだ。ラスト1分。めっちゃ入る。調子乗るから。ラスト30秒。やばい。15秒。アシックスすごいですね。ラスト10秒。10、9、8、7、6 残り6秒。5、4、3、2、1。だって何してもなるんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたやってみて。僕らはね一回余裕でしたよ。どっちかというと俺もこっちの側だから。チームじゃないですか。こっち側で。確かにならない側。僕しか減点ないです。ダメだよ。ちょっと楽しくなっちゃいました。はい。バスケ楽しい。バスケ楽しい。バスケ楽しいし。じゃあ熊長谷さんチームの勝利。イエーイ。乾杯です。余裕でした。乾杯すぎて負けた気がしない。はい、ということで、キュッと鳴らさずにバスケをしようという動画、2対2やらせていただきましたけど、はい、楽しかったなと、面白かったなと思う方は、高評価ボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。それでは、バイバイ。嘘、これは正式なディール、事務所通してスケジュールを切る、賞賛なくたってスタート、バタリバタレアブストラクト。